鈴木は、軽乗用車アルトラパンを一部仕様変更するとともに、新たにアルトラパン LC を発売します。レトロで可愛い、ラパン LC 登場。鈴木は、軽乗用車アルトラパンを一部仕様変更するとともに、新たにアルトラパン LC を2022年6月17日より発売する。今回の一部仕様変更では、 夜間の歩行者も検知するデュアルカメラブレーキサポートを全車に標準装備。また、USB 電源ソケットを全車に標準装備したほか、X グレードにメッキフロントグリルやナノイー X 搭載フルオートエアコン、360度プレミアム UV&IR カットガラスを追加、L、X グレードには LED ヘッドランプを採用するなど、 装備の充実を図った。さらに7インチのディスプレイオーディオを採用し、バックアイカメラ映像の表示や様々な車両情報の確認ができるようになった。車体色は新色のトラットカーキメタリックとテラコッタピンクメタリックを設定したほか、2トーンルーフ使用車のルーフ色にソフトベージュを採用。インテリアには X のシート表皮にライトグラウンとライトグリーンを採用した。また新たに設定されたアルトラパン LC はアルトラパン L、アルトラパン X をベースに。エクステリアには専用のメッキフロントグリルガーニッシュやメッキヘッドランプガーニッシュ、メッキバックドアガーニッシュなどを採用し懐かしさを感じさせるデザインに。インテリアには ブラウンを基調としたレザー調ファブリックシート表皮や専用色の本革感、ステアリングホイールなどを採用し、落ち着きのある空間とした。ニトーンルーフ使用者のルーフ色にはソフトベージュに加え、専用のアーバンブラウンを採用。価格、税込みは、アルトラパンが125万1800円、159万7200円。 アルトラパンエルシーが140万9100円、164万6700円。